ナポリとサンプドリアの試合ですね。サンプドリアは吉田麻也がいますけど、今ばかりはナポリを応援しましょう。よかったですね。まあアウェーでナポリ不利ですけど、1点取りましたね、先制点を。もうなんともよかった。サポーターがやっぱちょっと盛り上がりましたね。いいシーンに出くわしました。このエリアはですね、かなりディープな下町エリアなんですよ。まあ言うてしまうと、ちょっと治安とかもね心配されるぐらい、もうなんか路地の奥の奥なんですよね。メインストリートから900メートルぐらい中に入っていく、それぐらいディープなエリアなんですけど、なんとここにマラドーナの有名な絵があります。もともとこの顔めちゃくちゃしょぼかったんですけど、多分まあリスペクトから書き直された、よりリアルに芸術的に書き直された、そういう感じですね。はい、観光客とかブロガーっぽい人たちはもう結構来ますね、ここには。ここではオリジナルのシャツですとか、レプリカシャツですね。あとはカフェとかお茶もできる、そういうスペースが作られています。まあ、ディエゴ・マラドーナの、まあ、追悼の場所というか、はい、記念の場所ですね、ここが。まあ、マラドーナについては、まあ、言う必要もないでしょう。もう世界ナンバーワン、まあ、歴史的にも後にも先にもいないという、
まあ天才中の天才ですよね。まあ、しかもこのナポリに非常にゆかりがあると、まあ、まさに当時の中でも世界一のトップのクラブであったバルセロナからマラドーナがこのイタリアの 南のまだセリエ A でも優勝経験がなかったこのナポリに移籍してきたんですよ。それでマラドーナが移籍してきてから2回優勝してるんですよね、スクデットを取ってると。でマラドーナが来る、移籍してくるまで後にも先にもその後優勝スクデットがなかったんで、ないんでね、これ今も含めて2021年、カルチョセリエ A は今ナポリ結構上位で調子いいですけどね、基本的には優勝経験がない中でマラドーナが来て優勝したと、黄金期を、後にも先にもない黄金期を迎えたナポリ、もうナポリの人にとっては救世主みたいなもんでしょうね。まあカルチョと人生は切っても切れない、まあ、それぐらい重要なフットボールの文化がある国であり町なんで、まあ、マラドーナの影響というのは本当に大きいですよね。まあ、ちょっとかっこいいですよね。まあ、普通だったら、まあ、名を上げて、名プレーヤーになってお金もね、年収も高い超ビッグクラブを渡り歩く、ブランドのようなね、そのようなクラブを渡り歩くのが普通ですけど、ディエゴ・マラドーナはかつてない、もうめちゃくちゃ弱小と言っていいでしょうね当時、そのようなナポリにやってきて優勝させてしまうという、これはすごいですよね。まあ、個人的にも技術とかもう神がかったテクニックを持っていたことは紛れもないですけど、そのプレイヤーとしてのストーリー、それが素晴らしい。まあ、一人の人生としてのこうストーリーもドラマチックで本当素晴らしいですよね。サッカーを知らない人でももうちょっと漫画みたいな、サッカー神話のおける人物、伝説的なプレイヤーです。まあ、非常にこうアルゼンチンの代表のカラーと、まあ、色合いが似てるので同じなのでね、まあ、非常になんて言うんでしょう、マラドーナにとっても愛着があるクラブだったんでしょうね。はい、マラドーナメモリアルスペースでした。